はい、山田です。ちょっとね、意外と大事な話に覚えてきたので、もうちょっと話します。これに関して、これっていうのは前回の音声、人にどうこう言われることを心配しなくてもいいんだよっていう話でも、これちょっとね、意外と大事だっていうことに気づいてきました。まず1点が、彼氏とか、結婚する予定のある彼氏とか、または旦那さんとか、僕は時として言わなくてもいいと思ってます。この仕事することはね、ただ、本当に心の奥の感情でね、彼氏が悲しむだろうなとか、旦那が悲しむだろうなみたいな、意識が働くのであれば、どんなに興味があってもやらなくていいと思う。メンズエステのセラピストさんね、僕はもうちょっと話すと、メンズエステのお仕事っていうのは特別後ろめたいことはないし、エッチなサービスしてるわけではないし、彼氏や旦那さんに言っても、胸張ってね言ってもいいと思う。そういうセラピストさんもいますよ。言ってやってるセラピストさんもいます、ただ逆に、そういうのがないしね、一切そういう、後ろめたさもないし、だからこそちょっとでも心配材料は取り除いてあげるという愛で、言わないのもありだと思ってます、言わないで働くのもありだと思ってる、うん、だけど親とかね、友達とかはに気にするは関係ないけど、結婚する可能性のある彼とか、実際の実の旦那さんとか、の気持ちはやっぱ汲むというか、それがあって、やっぱ辛くなっていっちゃうと思うしね、悪いなと思ってたとしたら、うん、癒しの仕事だけど、やっぱそれが心残りでいい癒しできないかもしれないし、またはそれを知ったりとか、彼氏が辞めてほしいというようなタイプの方であればね、それはこの仕事チョイスしなくてもいいかな、とも思ったりしますな。いや、よくある、たまにあるんですよ。彼氏が、嫌がるので辞めますっていうパターンがあるんですよね。で、それの時は、さっき言ったのと真逆なこと言いますけど、あなたの人生だから、関係ないよっていうのじゃなくて、やっぱり、そういったその、は大事にしたらいいと思うというかね。それだったら無理に働くことないよって、大事にしないよって、いつもそう言ってます、親とかはあんま関係ないけどね、友達とかは、だってそれぞれの人生だから。でもなんかね、離婚してる僕が言うのは何なんですけれども、パートナーっていうのは、俺が言うと真実味が全くないんだけど、他人じゃないですか。他人が、愛し合うことによって、一緒になっていくような感じじゃないですか、イメージとしてはね。なので、やっぱ、それはね、大事であればあるほど、なんていうのかな、気遣いをする必要があるというか、その愛が本物であればね、それは、意向を組むとか、嫌がることはしないとか、それはすべきかもしれないな、そういう感覚がある、カップルであればね。ただお互いそれぞれでいいんだ、別に彼氏も悲しまないし、私も別に後ろめたいことしてないんだから、いいっていうようなタイプの方もいるしね、だから知られようが、知らないでいようが、別に関係ないですよ彼はっていうような方もいて、それはそれで正しい考え方だとも思うんだけど、やっぱ彼が気にする、彼が嫌がると思うとかね、そういうことであればチョイスしなくてもいいかな。でも友達にどうこう言われるとか、親にどうこう言われるとかは、気にしなくていい。僕の考えが間違ってたらごめんなさい。だって、僕なんかもね、すごい言われるタイプなんですよ。もうちっちゃい頃から、あれはダメ、これはダメ。で、友達もそうですよ。突拍子のないことをやり出しがちな
タイプなので、あれやってみようとかこれやってみようとかやるタイプなので、お前やめとけよって、山田そんなことやってもうまくいかないぞって、まっとうにやれよとかね、いろいろ言われやすいタイプなんですよ、うん、なので、僕は自分の人生で決めなきゃいけないことに関しては一切、相談しないです、他人にはね。それこそこの仕事やるならこの仕事を長くやってきた先輩である僕の上司にはもう教えをいただいてね、もちろんそれは素直に、やりましたけど、例えばセラピストさんの話をすると、セラピストさんやったこともない、ね、親もそうだけど友達も、ね、この業界のことも知らないイメージだけで、否定するようなことに左右されることはないっていうことを言ってるんですよね。イメージだけで、否定されるだけじゃないですか。そんな知らないくせに何言ってんのっていうことになるので、僕はそういう知らない業界のこととかやったこともない方に、まあ、相談もしないし、もし お伝えしたとしても、それに関して影響されない。やめといた方がいいよ山田、そんな仕事は。いや、免税してやるときも言われましたよ。こういうことやんだって言ってウキウキして言ったら、って何それみたいな、まあ大概言われました。でも別に全然気にしない。だって自分の人生だからね、うん、自分が切り開いていくんだから、人にどうこう言う、特に知らない人に言われる筋合いはないからね、うん、だからセラピストさんもそうですよ。なんか迷ってて友達とかに相談してみるって言っても、セラピストさんやったことのない友達に相談してもしょうがないわけだから、やったこともない親御さんにね相談してもしょうがないわけだから、うん、やったことある方に相談するか、そのやったことの、あ、そう、気にしないかのどっちかですね。気にしないとか影響されないかのどっちかじゃないですか。うん、で、まあ、彼、旦那に言う言わない問題はね、また話しますけれども、まあでもこれに関しては僕、今の僕だったら、まあ、結婚してないし結婚する予定もないんですけどね。相手もいないし。でも、今の僕だったら、何か人生の大きな決断するとき、奥さんとかには言うかもしれないな。やっぱ、それがなんか、なんつうのかな。礼儀というか、他人とさ、他人、まあ、間の、なんだろう、で、くっついたかもしれないけど、まあ、他人と一緒に生きていく思いやりというかね、かもしれんけど、わかんない。もうわかんなくなってきたよ。ということで、とにかく、第三者、特に親とか、友達とかに影響されることはないし、どう思われてもいいと。